カール・ポラニーは、ウィーン出身の経済学者。経済史の研究を基礎として、経済人類学の理論を構築した。日本語での表記には、カール・ポラニーなどがある。ハンガリー人は性を先に表記するので、ハンガリー語の表記は、ポラーニ・カーロイである。出生時の名前は、ポラクセク・カーロイ、ポル・エル・トン・ケー・ケー、ラージ・ポン・ラチェク・カーロイ。 オーストリア・ハンガリー帝国時代のウィーンで、ユダヤ人家庭の次男に生まれ、帝国内の旧ハンガリー王国のと、ブダペストに育った。ブダペストのハンガリー王立大学の法律、政治学部に入学したが、法学者ピクレルジュラの講義を排斥から守るため、学生同盟、ガリレーサークルの初代委員長となる。この出来事がきっかけで、奉公処分となり、 トランシルバニアコロジュバール氏のハンガリー王立、フェレンツヨー・ジェフ大学に転籍されて、法学の博士号を取得した。第一次大戦で、オーストリア・ハンガリー軍に従軍した後、1919年、ハンガリー表議会共和国の崩壊を機に、ウィーンへ亡命。そこで、貴族出身の共産党活動家のジャーナリストの、ドゥチンスカイロナと出会い結婚、1924年から、 エスター・ライヒッシェ・ホルクスビルト氏の副編集長となり、リベラルな著作家として知られるようになった。学生時代から、ハンガリーの解放運動に関わっていたが、政治状況の変化により亡命を余儀なくされ、イギリスへと渡った。この時に、イギリスの資本主義を体験し、オックスフォード大学とロンドン大学の依頼で、成人教育を担当したことが、大転換の執筆につながる。 1940年から1943年にかけてアメリカのベニントン大学に滞在して大転換を表し1944年にニューヨークで出版された。その後、モーリス・クラークの招聘を受けて1947年からアメリカのコロンビア大学で客員教授となり一般経済史を教えた。しかし、妻のイロナが共産主義運動に関わっていたために アメリカ合衆国のビザが許可されず、ポランニーはカナダのピカリングの住まいから12時間をかけてコロンビア大学へ通った。晩年は産業社会と人間の自由についての研究に取り組み、大転換後の思想展開として人間の経済や自由と技術などの著作を構想していたが未完のままカナダで死去した。人間の経済は ハリー・ピアスン編集で一著として出版されたが、自由と技術は、コロンビア大学の大学院生だった、アブラハム・ロートシュタインがポランニーとの会話を記録した、ウィークエンドノートに構想が残るのみである。カナダのコンコルディア大学には、カール・ポランニー政治経済研究所が設立され、未発表原稿を含めた文献を管理している。ポランニーの父ポレッダ・チェク・ミハイは、鉄道建設業を営む、 事業家、母は、ボール・ゼツェツィーリア。弟のマイケル・ポランニーは、物理科学者、科学哲学者、社会学者。老いのジョン・ポランニーは、科学者で、ノーベル科学賞の受賞者。妻のドゥッチンスカイ・ロナは、ハンガリー解放運動家。娘のカリ・ポランニー・レービットは、経済学者で、マギル大学教授。姉のポル・ラ・チェクラ・ウナ・ローラ、ポル・エル、トン・ケイ・ポル・ライ、ルールは、 ブダペストのハンガリー王立大学で初めて博士号を得た女性であり、イギリスの冒険家、ジョン・スミスのトランシルバニアにおける逸話が事実であると証明した歴史研究で知られ、前衛的な幼稚園経営者でもあり、ケストレル・アルトゥールがそこに入園した。ラウラの娘エヴァ・ザイゼル、今年トリケルエヴァ・マーリアは陶器のデザインで知られるインダストリアルデザイナーであり、 ケストラーの恋人でもあった。妹のポンラチェク・ジョー・フィア・ジュー・フィア、ポル・エル、トン・ケイ・ポル・アイ・オー・ファイは、ナチス・ドイツのダッハウ強制収容所で死亡した。ポランニーは、経済以外の分野にも、関心を持ち、初代委員長となった、ガディレーサークルには、創立時から詩人アディ・エンドレが関わっていた。サークルでは、エルン・ストマッハや、ウィリアム・ジェームズの研究会が開かれている。 ポランニーはマッハの研究を翻訳してハンガリーに紹介し感覚の分析では序文を書いた。このサークルはフリーメイソンから財政的に支援されていた。父ミハーイの下で働いていた主任技師は物理学者レオ・シラードの父だった。シラードはポランニーの弟マイケルの友人であった。オーストリアンエコノミスト副編集長時代に後の経営学者 ピーター・ドラッカーと出会い、以後長い交友関係を結ぶ。ドラッカーは、アメリカのベニントン大学の教授職をポランニーに、紹介し、大転換執筆のきっかけともなったというが、ドラッカーによるエピソードには、誇張や誤りが多いとされ、親族が訂正を求めている。人間は、自分と自然との間の制度化された、相互作用により生活し、自然環境と仲間たちに依存する。 この過程が経済だとした。また、経済は社会の中に埋め込まれており、経済的機能として意識されないことがあると主張した。ポランニーは、経済的という言葉の定義について二つを挙げる。一、実在的な定義。欲求、充足の物質的な手段の提供についての意味。人間とその環境の間の相互作用と、その過程の制度化の二つのレベルからなる。 2. 形式的な定義。希少性、あるいは最大化による合理性についての意味。前者の経済過程の制度化は、場所の移動、専用の移動という2種類の移動から説明できる。従来の経済学では、校舎が重視されているが、それは狭い定義であると指摘した。自らの研究姿勢について、実体的と定義した。実体的という言葉の意味は、人間が、 自然や社会との間で行う交換を指す。実態とは、諸関係の中で相対的に存在するのであり、社会制度や行為がどのように経済的であるかも相対的に決まるとした。そのため、必ずしも合理的な行為のみが経済的であるとは限らず、ポランニーは機能や形式を重視する分析を批判している。このような姿勢から、ポランニー派の経済人類学は、 サブスタンティビスムとも呼ばれている。経済過程に秩序を与え、社会を統合するパターンとして、互い報い、再配分、交換の三つを挙げる。互い報いは、義務としての贈与関係や、相互扶助関係。再配分は、権力の中心に対する、義務的支払いと中心からの払い戻し。交換は市場における財の移動である。ポランニーは、 この三つを運動の方向で表しており、互い報いは対照的な二つの配置における財やサービスの運動。再配分は物理的なものや所有権が中心へ向けて動いた後、再び中心から社会のメンバーへ向けて運動すること。交換はシステム内の分散した任意の二転換の運動とする。大転換を執筆した時点のポランニーは、 史上社会の社会統合のパターンとして互い報い、再配分、火星の三つを挙げていたが、後の著作、人間の経済では、火星は再配分の中に包含された。研究対象としては、古代メソポタミア、古代ギリシア、プトレマイオス朝のエジプト、ダホメ王国、産業革命以降のイギリス、19世紀から20世紀、初頭の国際経済などが選ばれている。 市場経済において不可分と考えられる公益、貨幣、市場の三つはそれぞれ別個の起源と発展過程があると指摘した。また、その三つは共同体の内部と外部では異なる発展を遂げていたと論じた。沈黙公益や公益項の分析を通して共同体同士のコミュニケーションについて考察した。公益は共同体の外部との関係で発生したとし、 従事する者も、対外交易者と、対内交易者と、に分かれる。そして貨幣には、対外貨幣と、対外貨幣があり、市場にも、対内市場と、対外市場があるとしている。非市場社会には、価格を形成する、自己調節的市場は存在しなかったとする。ポランニーは、価格が変動する、初の国際市場は、アレクサンドロス3世の家臣であるナウクラティスの、 クレオメネスが運営した穀物市場だったと述べている。非市場経済においては、投下は市場メカニズムでなく監修、または法によって決められると論じた。そこで多様な財は代替的投下物の比率に基づいて置き換えられる。利得、利潤賃金、レントその他収入と呼ばれるものは、非市場経済において投下に含まれていたとし、 この投下制が公正価格制度の基礎であるとした。近代的な投下の概念との相違点として、私役のための利用を含まないこと、及び投下を維持する公正さを挙げる。貨幣は、言語、筆記、度量項と同じく意味論的なシステムである。貨幣の機能には支払い、価値尺度、計算、富の築造交換などがあるが、それらは別々の期限と目的を持ち、 いずれかの機能が貨幣の本質だとするのは目的論的であるとする。すべてを含む全面的な貨幣が現れたのは文字を持つ社会が誕生した後であると論じた。人間の経済原理の一部が肥大化したものが市場経済だとする。市場経済の世界規模での拡大は人類史において普遍的な状況ではなく複合的な経済へ戻ると考えた。19世紀は 世界規模の市場経済化が進み、それまで人類市場に存在しなかった市場社会を生んだとする。市場社会は市場価格以外には統制されない経済を目的としたが、それ自体のメカニズムが原因で20世紀に崩壊し、市場経済から社会を防衛するための活動も流星したとする。この分析は大転換に詳しく、ポランニーはウィリアム・ブレイクの言葉を借りて、 市場経済化を悪魔の引き薄に例え、ガンという表現を用いている。また、市場経済は人間、自然、貨幣を商品をみなすことにより多くの人間を破局へ追い込んだと指摘した。イギリスの事例として、囲い込みや給品法スピーナムランド制度を取り上げた。さらに、市場経済化による欧米の破局は、欧米以外の地域における、 文化接触による破局と同質であると指摘し、インドの歴史イギリスによる産色とインドの貧困化、アメリカでのインディアン居留地などを例に挙げる。自らの行為が他人に与える影響やその社会的結果に責任を負う、責任を担うことを通しての自由や社会生活の透明性を高めることで他者や自然に対する社会的責任を負担する見通し問題を論じ客観的に見える。 社会関連や制度は意図された行為による非意図的な副産物として発生するとした。こうした問題をビヒモスや複雑な社会における自由などの走行や未完に終わった自由と技術などで繰り返しテーマにしている。ルソーの社会契約論からは社会の存続と個人の自由のジレンマや普通の人々の文化の概念を引き出した。自由と平等の関係を ルソーパラドックスと呼び、二つを両立させる自由の制度化を考察した。ジョセフ・イース・ティグリッツは2001年の真相版、大転換に序文を書き、ポランニーが本性を表した時代と現在の共通点を指摘し、古典的名著として評価している。ダグラス・ノースは、ポランニーの社会統合の概念を、経済学者や経済視野が吸収すべきであると論じた。その他、 エリック・ホブズ・ボーム、ピーター・ドラッカー、ロバート・ハイル・ブローラーなどに評価され、イマニュエル・ウォーラーステインの世界システム論にも影響を与えた。経済人類学者としては、マーシャル・サーリンズ、ポール・ボ・ハナン、ジョージ・ドルトン、玉野井・ヨ栗本・新一郎などに影響を与えている。大転換の歴史認識や犠牲商品論を重要視するか、人間の経済における、 経済的の概念や貨幣論などを重視するかは、研究者の間で評価が分かれている。ポランニーの市場社会論は、市場原理主義やグローバル資本主義との関連で言及されることがあり、市場経済論は、エドワード・ピートムスンらのモラル・エコノミーとの関連を指摘されている。社会に埋め込まれた経済という、いわゆる埋め込み概念については、実物経済に埋め込まれた金融システムという視点で、 イスラーム金融論にも沿用されている。また、ソフトウェア開発論からは、オープンソースやフリーソフトとの関連も指摘されている。ありがとうございます。